は、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日はね、こちら、くまちゃんと一緒に撮ってみようかなと思います。私の YouTube の、アイコン画像、このくまちゃんなんですよね。一番最初にね、私の、一番最初、3月20日に YouTube の動画始めましたけど、その時のご挨拶動画の時に確か出演していたと思います。何年か前にね、これクリスマスの頃に我が家にやってきて、もう5、6年ぐらいうちにいますけどね、私がいっぱい持っているぬいぐるみの中では一番大きいサイズでね、いつもね、枕元に一緒にいてくれるくまちゃんです。で、今日はですね、私が大好きな季節のお話ししてみようかなと思います。今ね、9月、に入りました。だいぶ涼しい日も増えてきましたよね。なんかまだ残暑あるんですかね。9月だとまだ暑い感じがするんですけども、まあでも涼しくてだいぶ過ごしやすくなりましたよね。私は春夏秋冬の中で一番好きなのが冬です。で、特に冬でも、初冬の冬、晩秋から初冬にかけて、秋から冬にかけてが一番好きですね。もちろんね、春は桜が咲いて綺麗ですし、夏はね、海水浴とか花火とか、まあ、今こういうご時世だからなかなかそういうの難しいですけど、で、秋はね、食欲の秋とかね、で、冬は何と言ってもクリスマスがあったりとかね、雪が降ったりとか、そういうのいろいろあって、どの季節も大好きですけど、特に一番好きなのは秋から冬にかけてです。なんかね、秋の夜長とか大好きなんですよね。ちょっとね、日が暮れる時間が早くなって、9月はよく1日1分ずつ暗くなる時間が早くなる。なので、1月で30分時間が早くなるって話を聞いたことありますけども、まあ、暗い時間が長くなるとね、外にいる時間も短くなって、なんとなくね、夕方暗くなったらお家帰ろうっていうイメージありますけど、なんかね、小さい頃からその夕方、その夕焼けが出たりとか、少し空が暗くなってきたりとか、そのぐらいの時間って私大好きなんですよね。サンセットのあたりの時間か、夕焼けだからね、ちょっと切ない感じがまたいいんですよね。冬は冬でね、もともと1年の中で冬が、私暑いのが苦手で、まあ、過去に熱中症になったこともあるんですけど、暑いのと寒いのだったら全然寒い方がいいかなって。冬だったらどんどん着れば暖かくなるけど、夏はね、脱げばいいって限界もありますもんね。汗かくのはちょっとね、汗っかきなのでやっぱり夏は苦手。あと蚊に刺されて痒かったりとかもしますしね。まあ、冬から春にかけてだと私は花粉症なので、それがまた辛いので、だから冬から春にかけてよりも秋から冬にかけてが私は1年間の中で一番過ごしやすくて好きかななんて思います。やっぱりクリスマスとかそういうね、ロマンティックな感じがしていいですよね。まあまだ9月だからそんな冬は、でももうね、あと3ヶ月もすれば今年も終わりますから、そう考えると早いですね。まあコロナが始まって1年半ぐらい経ちましたけど、本当に早くね、元の生活に戻りたいなって思っている今日この頃です。皆さんは春夏秋冬の中でどの季節が一番好きですかね。よかったら教えてください。というわけで、今日は私が大好きな季節についての簡単なお話でしたけども、いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。